なんじゃこりゃー、送られてくるものが過激になってきている。今回はゲテモノで揃えてみました。皆さんこれはピクミンの動画です。見間違いなのではございません。では左からご紹介。前回残した指、いや残すんならゲテモノで揃えんなや。心臓あげる、どえー、これあげます、どえー、あげます、内臓、どえー、あー早く帰りたい。自分昼寝してたら指が少なくなってたんですけど。探索26日目。ついにこの時がやってきたのね。あ、そうだな。新春、隠し芸大会のこの日が。違うよ、それに新春って言っていいのは7日までだよ。悲しき獣の問え、出発。待ってろよ観客。霊夢がジュース取られて激おこになってるイラストだな。ちゃんと首とわら人形持ってる。細かいところまで再現していただきありがとうございます。悲しき獣の問え、悲しき獣の問え、残り食用73。さあ、で練習の成果存分に発揮してやるわよ。ここにいるのはキャプテンオリマーぐらいですけど。さっさとドライブ切り返してもらいましょう。この電波、キャプテンオリマーですかね。ビンビン感じますね。人間アンテナなの？ルイさんの話が正しければ、そういうことになりますね。迷ってはいられない。とにかく前に進もう。よし。今日でこの星とも別れだ。ピクミンは持って帰れるのでしょうか。しょうがない。これに詰められる分だけだぞ。ピクミン詰め放題。あ、袋は有料となっておりまーす。大中小どれになさいますか？だとしたら大だろ。え、今一瞬ピクミンが歌ったような BGM でよく聞こえませんでした。塔の上に金色に輝く物体を発見した。きっとものすごく高価なお宝に違いない。早速明日探索に行くことにしよう。いつも無口なはずのルイ君がなぜだか行きたくないと拒んでいるのが気になるが、キャプテンオリマー。最後だから絶対何か出るとは思うんですが、この気の抜けた BGM のおかげでピクニック気分ですね。しまいにはピクミンが歌い出す始末。最後の最後で聞けて嬉しかったがな。穏やかですね。この穏やかのまま最後を迎えられそうにはないですね。そうにはなさそうだな。オリマー、あんな金ピカになっちゃって。間違ってるよ。あの倒れてるのが、キャプテンオリマーか。え？赤ん坊にしか見えないんですけど、むしろあの金ピカがお母さんにしか見えない。大変。金色の生き物が彼に何かしようとしているわ。と台本通り言っておきますか。台本とか言うなって。まずい。早く助けに行かないと。でもなんかこの BGM といい、あの金ピカから母性的な感じすらしますけどね。待て待てー、そいつをどうする気なんだって台本に書いてあるので聞きます。いやそこは自分の意思で聞いてやれよ。あ、秘宝、オリマー腹の中に戻る。いや、赤ん坊じゃねえんだって。ああ、オリマーさんか、元気な子に生まれろよ。ということでめでたしめでたしですね。あ、神秘的な最終回だったな。お産の時は立ち会うから呼んでくれよな。いや初対面の人のお産になんでお前が立ち会うのよ。でかいままでにないくらいいい顔してんじゃねえよ。オリマー飲み込まれちゃったんだよ。あの穴に何匹入るか詰め込んだれ。お、思ったより入るな。思ったより入るな。じゃねえんだよ、現実を受け止めろ。あれと戦いますのん。もう絶対ヤバいにおいプンプンだよ。今からもうすでに戦いたくないもんね。お、メモ、ナイスキャッチ。なになに？中身は？また捕まった。逃げても逃げてもこの塔の屋上まで連れてこられる。その度に私の意識は遠のき。一日が終わる。いつになったらこの悲しき獣は私を解放してくれるのだ。この無限地獄から私を。あ、また意識が薄れていく。キャプテンオリマー。だそうです。逃げても逃げてもこいつに捕まってここに戻されてるんですね。それめっちゃ辛いやつ。あれ？女性さんじゃね。別芸のキャラ出してくんな。たまたま形が似てたってだけだろう。てか普通に倒せちゃいましたね。まあこれで終わりなわけないんだろうけど。とにかくオリマーさんを運びましょう。え？あ、なにこれどこに運べばいいの？ピクミンたち、いつもと違って、行き先を迷っている感じだな。羽ついてるんだから飛んでいきなさいよ。ああ。誰かが誘導した方が、良さそうだな。仕方がない羽ピクちゃんでちゅねー。いいから誘導しろ。仕方がない。私がピクミンたちをドレイク号まで連れて行きましょう。早く連れてけばか。は？わかっている方がカバなんだよ。喧嘩すな。よし。それじゃあ、私と、あれ？私まだ A ボタン。じゃあ私とキャプテンは、ワープドライブキーを探してからすぐに後を追いかけます。あんたまたレイトニートの中邪魔したね。もう、キャプテンは私に続行なんだから。オーケー。じゃあ先に行ってますね。言っておくが台本に書いてあるからそう言ってるだけだからな。オリマー救出作戦を遂行せよ。別れて誘導すればいいのかもしれないが、そんな器用なこと絶対に無理だな。じゃあ羽ピク私についてきてくださいねー。ちょっと、はいよ。もっと私のペースに合わせなさいよ。ドライブキー、ないですね。いや全然探してねえじゃねえか。きっとオリマーさんが持っているのかも。もう少し探そう。でも起きてたりしなかったですよ。いやなんか奥に洞窟あったって。あ、じゃあ戻りますか。そうだな。一旦戻って探してみよう。なななななななんだこれは。これは、さっきの金ピカ？え、さっきのは倒したんじゃなかったのかよ。わー、土星さん。なんだ、あれ。ひょっとして、さっきのやつの仲間か？仲間どころか、さっき戦った生き物と全く同じ生体反応です。なんだと。やつは不死身なのか。キャプテン、ここは逃げましょう。ドライブキーとか言ってる場合じゃないです。よし、至急退却だ。レイトニーの方も気がかりだしな。途中でサボってんじゃねえか。そっちの気がかりですか。謎の生命体。
透明な時は無茶。まだ読んでたのに。横にコンクリートの壁があるのも気になるな。メモが落ちてたぞ。そんなこと言ったって今は無理です。今あれを壊せるとしたらキャプテンの石頭ぐらいしか。よし先に進もう。とにかく逃げろー。あれトニー、やっぱりサボってやがったか。こいつ全然誘導してくれないのよ。違うんですよ。敵がいて先に進めないから二人を待ってたんですよ。というか二人の持ってるピクミンを待ってたんです。悪かったな私らはやったタブで。金色の時は攻撃が効くみたいですね。まとめると、透明の時は無敵。金色の時は攻撃は効く。ですね。てか他の原生生物も出るのかよ。なんかここ迷路っぽくなってるし。ドレイク号までたどり着けるのか。オリマーのポッケにドライブキー入ってないんですか。ドライブキーだけ奪っておいていきますか。お前最低だろ。だってあの今時期の原生生物もオリマーに危害を加えるって感じでもなかったですよ。いやでもオリマーだって妻が待ってるんだぞ。あの赤ん坊みたいなやつに。妻。えらいショック受けてますけどオリマー赤ん坊じゃねえから。それ言ったらアルフランだって赤ん坊みたいな顔してんだろ。おっさんみたいな顔してるのはキャプテンだけですね。圧倒的最年長。やかましいんだよ。誰が圧倒的最年長だよ。急げー。てか二人とも何にそんな急いでるんですか。野菜詰め放題。違うよ。さっきの金ピカが追いかけてきてんだよ。何が目的で。そや私らを倒すとか。てか目的なんかわかんねえよ。追いかけられたら逃げるしかないだろ。でも追いかけてきてなくないです。あ、そういえば奴の反応は近くに見られないな。もう何ですか。緊迫した BGM なんか流すから悪いんだよな。あたいのせいかよ。今日は恐ろしい夢を見た。原生生物にやられた私をピクミンたちがオニオンへと運び込んでいる夢だ。彼らとは固い絆で結ばれていると思っていたが、それは私の願望に過ぎないのかもしれない。キャプテンオリマー、ピクミンがオニオンに助けようとしたのだろうか。それかオリマーがピクミン化したかですね。どう見ても人だったけどな。よし、爆弾にはお手に入れたぞ。てかこれあいつなんじゃねえのー。こんなほのぼのした BGM 流してる場合じゃねえよ。緊迫した BGM キャモン。どんぐりころころー。どんぐりこー。じゃねえよ、緊迫してるっつってんだろ。めんどくせえやつだな。お前がちゃんとやんねえからだろ。へいへい。この鉄球で足止めできないでしょうか。早く押しちゃってよ。それか誘導係もうちょっと前へ行って。お、聞いたんじゃないのか。この間に早く先に進みましょう。ハイガレキ壊してー。ハイガレキ運んでー。ハイテク倒してー。いつになくスパルタなフランさん、きっと必死なんですよ。だな。うわ、もう復活してやがる。このガレキ運ばせたらピクミンがあいつに巻き込まれるかもしれない。ダメだ。一旦集合だ。あー、オリマー。この際オリマーは諦めましょう。いやこれオリマーを運ぶミッションだろ。よし。しばらく登場がなくてキャラも忘れてしまったが行くのがスピク。うせぇ、嫌だね。いやそんなやさぐれキャラではなかったと思うが。あーあれー。おい、助けないと呪うぞ。そんなキャラのスピク嫌なんですけど、仲間たちも全然助ける気ないですよ。ちょっと自分のキャラ設定忘れました。お願い助けて。てかキンピカもうすぐそこまで来てますよ。あー、頭が見えてる。いや頭じゃなくて鼻だろ。いやこれで終わりじゃないだろ。オリマーさんが取り込まれてしまった。我々のせいで。我々が責任を感じることはないですよ。結果はどうであれ助けようとした気持ちってのが大切なんです。いやなんかいい話してる感じだけど完全に諦めてんだろ。金色の時は攻撃が効くはずです。でもこれでわかりましたね。あいつの目的はオリマーなのだと。うちらには全く興味もないし、危害を加える気もないみたいだ。クソ、ドライブキーさえ見つかればオリマーは置いていくのに。いやだから最低だろって。あれ、なんか体力が半分切ったら動きが止まった。確かオリマーさんはあのブロックに飲み込まれていったな。なんか感電しそう。念のためピクで攻撃してみるか。それでオリマーも一緒にご臨終したら笑いますね。いや笑えねえから。おお、今のうちにオリマーさんをドレイク号へ運びましょう。来てる来てる来てる。いやーもうすぐそこまで来てるよ。しつこいのは嫌われますよ。あれ、なんかこの先、この壁を破壊することができればこの迷宮から逃げ出す時間をかなり短縮することができそうだ。爆弾岩がどこかにあればいいのだが、キャプテンオリマー。なるほど、ここが最初に見つけたあのコンクリートの壁なんですね。またオリマーが最初の地点に戻されても、ここから近道ができるってことだ。いやそれはつまり敵も近道ができるってことでは。てか今日中に脱出できないの。それはピクミンの腕にかかってるのでは。いやお前らの采配にかかってんだよ。どうやら私は今時期に輝くこの謎の生命体に気に入られたらしい。危害を加える様子はないが、どういうわけか私を話そうとしない。昔からよく犬には懐かれていたが、まさかこんなお宝みたいなやつに。うー眠い。また強制スリープモードが発動したらしい。キャプテンオリマー。オリマーも環境が変わる時期だったんですよ。何占い師みたいなこと言ってんだよ。足元もよく見えない場所で、私は見覚えのある植物を発見した。私の記憶が正しければ、これは強い光を受けると花が咲くと言われる光綿毛だ。ということは、この近くに強い光を発するものがあったのだろうか。キャプテンオリマー。いやそれにしても暗いな。マップがなかったら進むことも難しいな。どこかに電気をつける装置があると思うのですが。てか金色落ちてきてなくないです。ちょっと落ち着きません。はぁー、落ち着くわー。いやでもきっと落ちては来てるんだぞ。ずっとあんなに緊迫した状態続いてたら肩がガッチガチになるわ。まあまんじゅうだから勝たないんですけどね。なんなんだよ。てか今回犠牲がまだ2匹ですよ。いろいろな原生生物が出てきたに
もかかわらず犠牲が2匹で収まってるのは我々も成長してるな。まあいざとなったら爆弾にはもう4個も余ってますからね。あれで金色の急所に5巻ですわ。金色、だいぶ近づいてきたな。アルフラン、そこは壁ですよ。マジで暗くて見えないんだよ。ここが暗いのに付け加えてプレイしてるのが視力がおばあちゃんの鬼嫁ですからね。お、あれは、あった。これで明るくなりますよ。よかったな鬼嫁。視力がおばあちゃんで悪かったな。お、いつの間にか橋も完成してるじゃないか。もうこれはクライマックスまで来てるんじゃないですか。となれば、一気に駆け抜けるぜー。わ、来た。後ろから結構近づいてたんですね。えー、なんで前から来たんのじゃー。なんと、メガおばあちゃんな鬼嫁は、目の前から来ていることに気づかず、さらに敵が透明だったことから、ギリギリまで気づかずに突っ込んでしまったのであった。なんかこれ地震の時の震度マップみたい。いや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 、完全に心折れちゃってるじゃねえか。本当の敵は金色じゃなくて爆弾岩だった。ははは、一気に80匹行きましたよ。ははは。おい、しっかりしろ。幻影に飲み込まれるんじゃねえぞ。それキャプテンが言えます。まあでもお疲れ様でした。探索26日目。オリマーさんを救出しようとしたところ、私らは謎の生命体に遭遇した。この生命体は、どういうわけかオリマーさんを狙っているようだった。なぜあれがオリマーさんを狙うのか、その理由は私らにはわからない。とにかく今はただ、オリマーさんをドレイク号へ運ぶことに専念しよう。アルフラン、